どうもこんにちは、南国ピアノスタジオの関克臣です。この動画はカジュアルに弾くコード弾きピアノということで、南国ピアノスタジオのホームページでオンライン学習コースという、ネット上で音楽の理論、コード弾きなどを勉強できるコースを設けているんですけども、その取っかかりの部分ですねを、全体の音楽理論の話を結構凝縮して短くして、で、手っ取り早くコード弾きをしてもらおうということで、作成する動画です。YouTube の方にアップしている動画ですけれども、ホームページの中にこの動画から始まっていくつかの動画をこうつなげていって見ていただくような形になって、ステップバイステップで見ていっていただいて、時にはその動画の後にちょっとクイズを答えていただいて、またその後にとかっていうような話になったりしますので、よろしければホームページの方にアクセスしていただいて、順番に見ていっていただけたらなというふうに思います。この動画の説明欄のところにリンクを貼っていきます、貼っておきますので、そちらの方から見ていっていただけるかと思います。で、この動画で取り扱う題材はですね、この大きな古時計という、有名な童謡っていうんですかね、半ばクラシックな、歌ですけれども、この曲を以前にも、簡単にコード弾きっていうことで動画を一回作ったことがあったんですが、それをもうちょっとだけ掘り下げて少し具体的に、で、それでいて取っかかり、カジュアルにできるような感じでお話ししていきたいと思います。で、この大きな古時計の楽譜と、それからもう一つ、このカジュアルに弾くコード弾き の、 解説している資料を作りました。この資料をそのホームページの中にリンクで貼っておきますので、 PDF をダウンロードして、印刷するなり、もしくはタブレットで PDF 見て、もう一つパソコンで動画を見てとかっていうような感じで見ながらこの動画を視聴していただけるような環境にしていただいて、次に進んでいただけたらと思います。この動画の次に一回この大きな古時計デモンストレーション演奏をして、で、その後にじゃあどういうふうにしてこのアレンジをしていったのかっていうことを解説していく動画をこういくつかアップしていきますので、順番にご覧いただけたらというふうに思います。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。